皆さんこんにちは。レック専任講師の弁理士の吉村です。ですね、今日は、知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識ということでですね、およそ1時間ぐらいお話しさせていただきます。で、その後30分ぐらいの質疑応答受け付けておりますので、質問ある方は申し出てください。でですね、まずこのレジュメを使って、説明しますが、皆さんのお手元にございますでしょうか。ありそうですね。じゃあこのレジュメに沿って、お話ししていきたいと思います。で、知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識ということなんですけれども、まずですね、口述試験に合格するためにはっていうとこと、あと口述試験に合格するために3つポイントが私あると思ってます。で、その3つのポイントを説明した上で、口述マナーの基礎知識というところをお話しさせていただこうと思います。で、口述試験に合格するためにはなんですけれども、その前にですね、私何なんだって、私のちょっと経歴を説明させていただきます。で、私は、平成17年に、論文試験受かって、その年の口述試験受けたんですけれども、残念ながら落ちてしまいました。で、頑張って勉強して平成18年に口述試験合格したという経歴です。で、ぶっちゃけ口述試験すごいなめてたんですよ。で、口述試験なめちゃダメです。合格率が 90% ある。で、しかも条文見ていい、これ余裕っしょと思って、私全然勉強しなかったんですよね。で、しかもちょっとやって、軽く自分なりに勉強したつもりになってね、会派の練習会とか行って質疑応答すると、先生からですね、いいんじゃないっていうか、口述試験その人間としてまともに受け答えできれば受かるからとかに言ってんで、あ、そうなんだ、そういうレベルなんだ。で、私こういう仕事してることから分かるように、おそらく普通に人間として受け答えできる気がするんですよ。できてると思うんですよ。で、ところがどっこい、私落ちちゃいまして、あれ、俺って人間としてまともに受け答えできないのかなってすごいショックだったんですよね。で、ついでに私自身はショックだったんですけれども、論文突破したし、来年ね受けれるからいいかなみたいな感じでちょっと楽観的だったんですけど、周りの人はすごい気使っちゃって、なんか腫れ物に触るみたいな感じでね、ちょっと何て言ったらいいかわからない感じで周りの雰囲気も悪くなったりとかして、口述ね、落ち良くないです。で、自分自身が辛いだけじゃなく、周りも辛いですし、弁理士としてね、合格を活躍する方の数も減っちゃうということで、すごい良くないことだと思うんですよ。ということで、私は自分のね、受験時代から合格後もずっとですね、口述試験を研究してですね、皆さんに、口述試験こういうもんで、こういうふうに勉強した方がいいんじゃないの、口述試験ちゃんと勉強しましょうねっていう活動をずっとやらせていただいております。で、そういった経緯からですね、今からちょっとありましてお話しさせていただきますね。で、口述試験に合格するためにはどうすればいいでしょうか。で、まずこの逆転の発想ですね、ゴールをちゃんと明確に把握しましょう。で、特許庁のホームページを見ると、こんなことが書いてあります。採点基準を各科目についてですね、特実、衣装、商標、3科目のそれぞれについて、採点基準を ABC のゾーン方式とし、合格基準は C 評価の科目が2以上ないこと、こんなことが記載されています。で、ここから分かることは、C 取らなければいいんですよ。だから B か A なんですけれども、ぶっちゃけ言うと A は取らなくていいわけですよね。コンスタントに、野球でいうとホームラン打つ必要なくて、コンスタントにヒット B 以上取れるような勉強が望ましいっていうことが分かります。なので、ホームランを目指すよりも穴がないようにね、常にどんな問題が来ても B 以上取れるような勉強を心がけましょうということが言います。で、次はですね、C 以上の科目が2以上ないことっていうことは、1科目 C でも大丈夫っていうことなんですよ。なんで、よくあるのはですね、試験会場行って朝控室に集まって、まず特実のね、出題から始まるんですけれども、特実で、むちゃくちゃ緊張するじゃないですか。むちゃくちゃ緊張して、その特実行って、
緊張のあまりうまく自分の力を発揮することができなかったと。でそのためねこう落ちちゃって、であの試験委員からもですね、特日はちょっと最後の問題までいかなかったですね、一生商法商標では頑張ってくださいみたいなこと言われると、あ特日 C だったって分かっちゃうわけですよ。でそれで終わった。でそのねあの悪い空気を引きずって一生商法もうまく力を発揮することができないみたいなね、で結局落ちちゃったみたいな方が、まあ、毎年いらっしゃるんですけれども、そう悲観的にならないと。特実が C でも他のね科目が一生商標で B 以上取れば合格するできるんだから、そこで気持ちを切り替えるっていうことが必要です。であとですね、過去問がね重要なんですけれども、過去問やっていくと何この問題みたいなのがあるんですよ。こんなことをやんないと合格できないのみたいな非常に難しい問題が出たりとかするんですけれども、そういうのはあんまり気にしなくていいです。難しい問題があった場合には、他の科目では結構ね基本的な条文とかね基本的な問題とかが聞かれたりとかして、他の科目で B 以上取れて取れるようになって調整されてることが多かったりとかします。なのでマニアックな問題はあんまり手を出す必要がないと。基本的なところをやれば OK みたいなことが分かります。じゃあさてこの ABC のゾーン方式と C っていうことなんですけれども、 ABC じゃあ各科目どういうふうにつくんでしょうか。で特許庁のホームページ見るとちょっとこのレジュメじゃないんですけどね、これねちなみに2020年度版の口述アドバンステキストって言って、口述のね過去9年分の過去問が載っているテキストなんですけれども、もうレックの窓口で販売されてますので、もしよかったらね購入してみてください。でここの5ページ目にですねこんなこと書いてあります。ですね、採点にあたってはおおむね次の基準を参考としてこれを行うものとする。答えがよくできている場合は A、 答えが普通にできている場合は B、 答えが不十分である場合は C。でこんなこと書いてあるんですけれども、まあ、ぶっちゃけよくわかんないじゃないですか。で受験業界ではこんなことが言われてます。でおそらく本誌もこんな感じで ABC をつけています。それがこれです。問題がね10問とか15問ぐらい出るんですけれども、で10分間ぐらいでね回答しなきゃいけないんですけれども、その10分以内に10分程度の時間に最後の問題まで行ったら、要はね全問正解できれば B 以上で、最後の問題まで行かない場合には C で、こんなことが言われてます。10分以内に、まあ、間違えてもいいんですよ。で多くの人も間違えるんです。で間違えたらそれに対して誘導がかかるんですね。いやこういう条件考えてみたいとか、その答え言ったら本当にそうですかとかね、条文には何て書いてありますかとかね、こういう言葉使って言えませんかみたいな感じで誘導が出るんですよ。でその誘導にのっとってこう回答していくんですけれども、そんな感じでねこうやり取りをして最後の問題まで行ったら原則 B 以上、最後の問題まで行かない場合には C、 こんな風にして ABC が決まります。なのでここで言えるのは時間内に最後の問題まで行く、だからずっと考えててダメなんですよ。例えば条文見て解決することができる問題だったら条文も自分から見に行っちゃうとかね、だともう後で説明しますけれども、その過去問とかだったら勉強してる人はもうパンって一緒瞬間反射的に回答して突破できちゃうんですよ。でそんな感じでも要は過去問はやってればすごい短い時間で突破できちゃったりとかするんですよね。でそういう突破できる問題についても事前にインプットしといてパッて突破することができるようにするようにすれば時間内に最後までいけますよね。いく可能性が高まりますよねっていうのが大切になります。で以上が口述試験に合格するためにはでした。で以上を踏まえて次はですね、口述試験合格のための3大ポイントっていうのをお話しさせていただきます。で3大ポイント1、条文青本、2、過去問プラスアルファ、3、場数を踏むでございます。でまずですね、条文青本について説明させていただきます。で今からねもう20分ぐらい話しているんですけど、今日のこのね私がこう
こう言ってることで、一番重要なのがここです。口述試験の約束、一番重要なのがここです。まずは条文で答える。口述試験、何か聞かれてまず条文で回答できるかなって回答考えるんですよ。で、条文の言葉や条文の知識で回答することができるんだったら条文で答える。でね、あの中には条文で回答することができない問題があるんです。理由趣旨だったりね、事例問題に対する回答とか、まあいろいろあるんですけども、理由趣旨系は青本に記載されていることを答える。で、これがですね、どこのホームページ、特許庁のホームページに書いてないんですけれども、お約束でございます。条文で答える、趣旨理由は青本に記載されていることを答える。で、これがとても重要でございます。で、これなんでこれが重要かと言いますと、口述試験の客観性を担保するために、試験員は問題と回答を持ってるんですよ。問題回答をありまして、例えばですよ、おそらくですけれども、まあ、こんな感じでね、こうなんか主査副査の先生がいて、まあ、主査の人がね問題を見上げて、主査の人が受験生さんがねこうなんか回答したら、後ろでこうピッピッピッってなんかね丸を跳ねたり、こうなんかピッピッってやったり丸をつけてるの、あの動作が見えるんですけども、そこで何やってるかって言ったら、ここにね、あの問題と条文のね、こうここが問題問題問題で、 こっちに回答が書いてあるんですよ。回答がある。で、これが問題1ですね。で、問題2みたいな感じで、で、ここの回答の部分に何が書いてあるかって言ったら、一番ね、信頼性の高い情報が書いてあるんですよ。で、一番信頼性の高い情報って言ったら何かって言ったら、条文、青本ですよね。もう誰が何て言っても文句言えない情報がここに書いてあるんですよ。で、さらに、試験の客観性を担保するために、試験員の人がね恣意的なこのね受験生さんの判断をしないようにするために、何をチェックしてるかって言ったら、問題が言ったらここに書いてある条文青本の言葉が出てくるかどうかっていうのをチェックしてるんですよ。なので、条文青本の言葉でここは書いてありますよね。なので条文青本の言葉で答えるのが望ましいんですよ。で、稀にここね条文青本の言葉で回答しない人がいるんですよ。まあ、そんな条文青本とか言ってるけど厳しくなくてよくね、大体なんとなく自分の理解を示せればいいんじゃないふうに思ってる人もいるんです。で、運がいいとそれでも通してくれます。ただ運が悪いと、しかもですね、運が悪いと通してくれないです。間違えた。なんか近年この合格率が上がってるじゃないですか。で、このくらいね 95% ぐらいだと条文青本の言葉じゃなくてもあんまり文句を言われないんですけれども、これがね 90% 下がってくるくらいだと条文の言葉言えない、青本の言葉言えないと、もう少し正確にお願いします、条文には何て書いてありますか、青本の言葉で回答してくださいとか言って条文青本の言葉で言えないと通してくれない世界が広がってるんですよ。なので、まあ口述やる上では口述条文青本の言葉を覚えておこうみたいな話があります。で、近年どうかっていうと、まあ5年ぐらいずっと 90% 超えしてるんですよ。なの で再現見てもそれほどうるさく言われてないです。で、しかも大切、これすごい重要なんですけれども、去年から条文見ながら回答して良くなったんですよ。一昨年までは必ずですね、条文見てもいいんですけど、条文閉じてから回答しなきゃいけなかったんですけれども、これ口述アドバンステキストの4ページに書いてあるんですけど、去年から回答する際に法文集閉じる必要なくなったんですよね。だから、まあ条文の通りに答えなければいけないというね、割合はね、重要度は減ってるんですけれども、前に去年とかでももうちょっと正確にとか言われている人もいました。なので、やっぱりですね、条文通りできれば回答することができるようで、あとね、条文見ちゃダメ、それを言ったら回答になっちゃうから見ちゃダメとか言われている人とかもいたりとかしました。なので、インプットの訓練としてはやっぱりね、条文をですねやってった方がいいんじゃないかなと思います。で、
あとですね、合格率がどうなると思いますかっていう話で、今後ね、まあ、今年もね、まあ、この傾向が続けばうるさく言われないんですけれども、ひょっとしたらこう 90% 下がるかもしれないじゃないですか。で、私の時もそうだったんですよ。平成16年のまでは公述の合格率97ぐらいあって、はあ、楽勝でしょうと思ってたんですけど、私のその平成15年度でいきなり公述の合格率が 90% までいったんですよ。で、 90% の時にまあ、私落ちちゃって、で周りのね落ちた人同士で集まって、なんで自分が悪かったのかとみんなでこう言い合ったりとかしたんですけれども、条文の言葉が言えないで落ちちゃったりとした人がいたんですね。なので一応ね、予備校の対策としては、口述試験の合格率がね、ひょっとしてね、この 90% 下がっちゃうかもしれない、こういう時も、こういう時であっても耐えうるように、こういう場合であっても、もう過去20年間ぐらいのそのなんか口述再現の何でしょう、蓄積があるので、そこでですね、試験委員がから文句を言われたとことか、その受験生さんが落ちやりに、ね、やすい条文とか本のね知識をインプット講座では説明していくっていうことをやります。で、条文は本の条文が大切ですよって話したんですね。で、ちょっとここで条文で答えるっていうのはどういうことなのかっていうのを、ちょっと質疑応答を実際やってみたいと思います。で、すいません、ちょっと目が合ってしまったのでご協力お願いします。で、他の方は自分が聞かれたと思って、ちょっと頭の中で答えてみてくださいね。はい、じゃあ特許法は出願審査請求についてお伺いします。出願審査請求は誰がすることができますか？はい、素晴らしいです。皆さん回答どうでしたか？答えは何人です。で、この問題、過去問なんですけれども、この問題出すと出願人がすることができますって回答する人がいるんですよ。で、その回答どうなのって話なんですよ。で、出願人がすることができるって正しいですよね。で、これは条文見ると何て書いてあるかっていうと、条文にはですね、48条の3ですね、これね。これちょっとね、去年使ったテキストなんですけど、はい、特許出願があったときは、何人もその日から3年以内に特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求することができるって書いてある。何人って書いてあるんですね。なので試験員の回答用紙には何人もできるって書いてあるんですね。なので何人って回答しなきゃダメなんですよ。特許出願人ができますっていうのは論理的には正しいんですよ。何人の中に特許出願人が含まれるので、その回答は正しいんですけれども、口述的にはそれは正しくないと。口述的には条文通り何人もっていう回答をしなきゃダメですよみたいな話です。で、あとですね、口述の速報会でですね、9条1項のお話ししたんですね。これね、ちょっと9条1項のね、9条1項ってこの口述の世界で一番条文通り回答しなきゃいけないやつなんですよ。過去問見てですね、この9条1項、条文の通り正確に答えてください。で、これ条文の通り正確にっていう文言があったら、本当に一言一句条文通り回答しなきゃダメっていうことになります。で、論文速報会で説明させてあげた、説明申し上げたのは、同一または類似の異常について異なった日に2以上の異常登録出願って言わなきゃダメですよ。単に出願って言っちゃう人がいるんですけれども、条文通り言ったことにならないので、ちゃんと異常登録出願って言ってください。があった時は再選の、ここも同じです。単に出願人じゃないです。異常登録出願人って言ってください。で、これも平成24年度とか、これ言われたとこです。出願人のみがその衣装について衣装登録を受けることができる。で、その衣装についてっていう文言が落ちやすいですので気をつけてくださいね。その衣装についてっていうのがなくても意味が通じちゃうんですね。再選の衣装登録出願人のみが衣装登録を受けることができるって、なんとなく意味通じちゃうじゃないですか。だからこれ飛ばしちゃう人がいるんですけれども、この衣装、その衣装についてっていうのをちゃんと言いましょう。だ、衣装登録を受けることができるの、この衣装を忘れないでください。その衣装について登録を受けることができるって略しちゃう方が多いんですけれども、口述試験上はちゃんとね、衣装登録を受けることができるっていう、ちゃんと条文通り回答しましょうみたいなね。で、こんな感じのをまれに求められるんですよ。で、
これ一番厳しいレベルです。で、今と昔はですね、これ条文見ちゃダメだったんで、まあ、条文見ても閉じて言わなきゃいけなかったんで、これ暗証作業が必要だったんですよ。ただ今は条文見ながら回答していいことになったんで、まあ、読み上げればいいんですけれども、問題によってはね、特に過去問に載ってるぐらいの問題については、みんなね、条文見ないで結構勉強して言えるようになってるんですよ。なんで過去問に、ね、この条文通り正確に言って書いてあるのは、僕はね、個人的には覚えちゃう必要が、覚えるといいんじゃないかなと思います。そうするとね、時間も短縮できますしね。で、それがめんどくさいやっていう人は、これ条文見ながら言うんですけれども、こういったね、衣装登録出願、衣装登録出願にその衣装について衣装登録って、こういう文言をしっかり言いながら回答するようにしてください。でね、インプット講座ではこういうところをどんどん皆さんにお伝えします。で、ですね、条文通り回答しなきゃいけないっていうのはそういうような話でした。で、次青本ですね。で、青本なんですけども、青本も厳しい年は本当に青本通り言わなきゃいけないんですよ。で、条文はね、条文見ればいいだけだし、今はもう条文見て回答すればいいので何ら怖くないんですよ。なので、どちらかというとこれ合否を決めるのはこの青本ですね。条文はもう覚えなくていい、私がインプット講座とかで、ね、申し上げるところを、まあ、気をつけるっていう程度の意識があればもう OK なんで、青本についてはちゃんと覚えるようにするといいですね。じゃあ次、過去問いきます。で、過去問がむちゃくちゃ重要です。で、過去問なんで重要かっていうと、過去問が本試験でそのまま出るんですね。で、昔はほぼ過去問ね、7割か8割ぐらい過去問で、新作が2割ぐらい、1問か2問出るぐらいな割合だったんですけど、近年はちゃんと本試験の方が作ってきて、過去問が出る比率は減ってるんですけれども、それでもやっぱりね、過去問やっぱ出るんですよね。人間の心理でですね、問題作る側は一から新しい問題作るのちょっと大変なんですよ。昔の問題見て、あ、この問題をベースにちょっと変形加えたりね、事例問題にしてこうみたいな感じで問題作るんですよ。なのでやっぱりね、過去問が出ます。で、ここでですね、弁理士試験の受験生のね、どんな人たちですか。弁理士試験やってる人たちって、あと論文突破するような人たちって、基本ね、みんな勉強得意な人たちが多いんですよ。やってる人はすごいやってるんですよ。で、ここですごい差がつくんですよ。その合格率が5年連続その9割超えしてると、絶対ね、なめてて勉強したいやつが出てくるんですよ。で、そういう人たちはここもやればわかるんですけど、案外結構大変だったりとかするんですよ。で、そこでちょっと差が出ちゃうんですよね。で、一方、このね、会場にいらっしゃる皆さんとか、この YouTube で、ね、これ流れてるんですけど、 YouTube でこれを、ね、早い段階で聞いてる方とかは、まあ、意識が高いと、そういう方はもうこの段階からね、11月の11日からもうね、やってるんですよ。でそういう人と大きく差が出ちゃうんですよね。ここでやってるかやってないかが出て、で、あと過去問やってたらもう次の問題パッて進めるんですよ。で、担当論文の時もまあそうだったと思うんですけれども、基本みんな過去問だったら一度やったことある問題だったから当然のように解ける。で、そうで、過去問そういうのは絶対落とさないっていう上で、新しく出た問題が解けるかどうかっていうところで合否が決まってたと思うんですけれども、口述試験も同じです。基本みんなね、過去問当然できるんですよ。で、口述落ちちゃう人はほとんど過去問ができないレベルで落ちてます。過去問なって、これ過去問だったからみんなできるんっていう問題があるんですよ。ちょっと初めは変かもしれないけれども、これ過去問だったから当然できるよねっていう問題がね、あるんですよ。で、例えばね、これとかですね、ちょっと簡単な例で言うと、これ令和元年2日目衣装の問題なんですけれども、はい、皆さんお聞きします。衣装権が侵害された場合、衣装権者は民事上どのような措置を取れますかという問題です。で、回答を見ちゃうと、
差し止め請求、損害賠償請求、まあ、この辺はあの論文で書くから絶対出てきますよね。で、口述試験上は不当利得返還請求、信用回復措置までこれ言わないとダメなんですよ。で、これこの辺結構あの知らなきゃ出なくないですか。この信用回復措置請求まで言わなきゃいけないんだみたいな。で、これはですね、あの過去問やってたらこれやればわかるんですけど、この10年間とかで意匠法だけじゃなく、その特許法でも聞かれるし、商標法でも聞かれるし、もっと言うとですね、これ平成元年聞かれてますよね。で、もうね、平成29年でもこれ2問目で聞かれたりとかしてるんですよ。なのでもう当然のようにみんな言ってくるんですよ。で、そんな中これ何することができますかって普通はね、みんなこうバーってね4つ言えるんですけれども、これ去年とかだとさすがにこの 90% の合格率4年連続続いているので、ちょっとやっぱね昔の人たちよりも勉強、あ、過去問やってない人が増えて、この3番4番が結構ね、あとね言えない人がいたり、損害賠償請求がね抜けちゃう人とかが結構いたんですよ、僕が最近見てた限り。で、そういう人たちどうなるかっていうと、差し止め請求です、で他にないですかとか言われて、損害賠償請求です、他にないですか、はい、条文見てよろしいでしょうか、条文見て、はい、失礼しました、不当利得返還請求と信用回復措置請求ですみたいな感じで答えると、そこだけでそのなんか20秒か30秒ぐらい損してるんですよ。で、その10分以内に最後の問題までいかなきゃいけないっていう観点からすると、今の回答良くないですよね。で、この手の問題はもう過去問なんだから、もうブワーってね、差し止め請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求ですってパンって言うのがいいんですよ。で、こういった感じで口述試験でも過去問とね、今みたいな問題で過去問についてはもうブワーって短時間で回答してもう突破すると。で、新作とかね、事例問題が出てくるんですけども、事例問題で結構ね難しかったり一発でいかなかったりとかするので、そこで時間を使うみたいな感じでやってください。過去問はもうね、すぐ絶対やるようにしてください。で、このプラスアルファっていうのは何だって話なんですけれども、口述ね、2回目の人とかは、まあ、だんだんやることなくなってくるんですよ。で、もう過去問極めちゃったら次何やるんだって話で、過去問を次に本心に出そうな問題をねやるんですけれども、じゃあ何が出そうなのっていうのを分かんないじゃないですか。で、分かんないんですけど、過去問をねずっとやりまくってると、あ、これ1個が聞かれたから2個出てもおかしくないんじゃないかなとかね、50条の不使用取り消し審判が聞かれたっていうことは、51条の不正使用取り消し審判聞かれてもいいんじゃないかなみたいな感じで、あとこの条文とこの趣旨、条文聞かれてるけれども、これ趣旨も結構メジャーなやつだから趣旨も押さえとこうみたいな感じで、次にね出そうな範囲を予測することができるんですよ。で、問題作る側も感じもね、作る側もそんな感じで作ってるんですよ。なので余裕のある方はね、過去問全部やると、過去問やった上で、過去問やるとですね、他の青本、条文や青本やねテキストを見たときに、あ、なんとなくこれでそうみたいなのをね予想すること、なんとなく雰囲気で分かってくるんですよ。で、そんな感じで過去問以外のとこやってくださいっていう、まあ上級者向けの話でした。で、次はですね、 1,2 がインプットのお話でした。インプットで、3番がアウトプットの話です。場数を踏む、これもまた重要でございます。口述試験の対策はインプットも重要なんですけれども、アウトプットが特に重要というお話をさせていただきます。で、皆さんね、この論文試験突破されてる方って、まあ基本勉強得意なんですよ。この なんとなくね、こんな風に勉強してねみたいなことを伝えたら、まあ雰囲気をつかみ取って、まあ勝手にインプットできるんですよ。で、重要なのはアウトプットでございます。で、頭の中で、あ、こんな風にね条文通り回答すれば、条文の言葉使って答えるんだ、青本の言葉使って回答するんだっていうのが分かったとして、さあいざですね、何とかについてどう思いますか、取り入る措置述べてくださいって言われたら答えられるかって言ったら、またそれね別の話なんですよ。で、これ論文試験にちょっと似てます。で、論文試験臨むにあたって皆さんね、
過去問やったり論文レジュメを覚えたりとかしてね、あこういう問題出たらこういうふうに書くんだっていうのを覚えるじゃないですか。でその覚えた知識をもとに論文のね模試とか論文の討論に参加して書けましたか？でいきなり書けなかったと思うんですよ。長いね問題文を10分とかで読んだ、5分とかで読んで頑張ってね5分10分で答案構成して、で残りの45分でブワーって書くみたいなね、そういう訓練して初めて書けるようになったと思うんですよ。でその訓練も1回2回じゃなくて、まあ人によると思うんですけれども、私の場合だとその10回とか20回とかやって初めてなんかその作業に慣れてきてうまく書けるようになって、徐々に書けるようになってきたと思うんですよ。で同じことが口述試験にも言えます。インプットも重要なんですけども、それをね出す練習っていうのをしなきゃいけないんですよ。こんな感じで自転車乗ってくださいね、こんな感じで泳いでくださいねっていうのを私はねインプット講座でお伝えするんですけれども、それをですねじゃあできるのかって言ったらできないんですよ。アウトプットで頑張って練習しなきゃいけないんですよ。で口述対策、レックの口述対策講座ファーストフェーズセカンドフェーズっていうのがなってるんですけれども、後で説明しますが、でセカンドフェーズでアウトプットも徹底的にやるっていうのをやります。上手に工夫してますので、ちょっと後で説明話聞いていただければと思います。あとね近年事例問題が結構多かったりとかするんですよ。事例問題、これ、ね、パネモンっていうんですけれども、例えばですね、まあ何でもいいんですけど、なんかね試験の座ったねテーブルの前に紙が1枚ペラッて置いたんですよ。紙が1枚ペラッて置いてあって、ちょっと見えないな、ちょっと分かりづらいな、これね紙がペラッて置いたんですよ。でお手元の紙を開いてくださいって言ってこうやってひっくり返すんですよ。でひっくり返すと何が書いてあるかっていうと、なんかこういうのが書いてあるんですよ。でこういう紙を見せられて、でこの紙をね見せられながら今から問題文を申し上げます。項は特許発明の特許請求の範囲を A 機構を備えたゴルフクラブとし、明細書を機構 A および機構 B を備えたゴルフクラブとする特許権を有しています。でこんな感じでブワーって説明させられるんですけれども、そのこの極度のね口述試験ってその本番の時むちゃくちゃ緊張するんですけども、その緊張状態の中でこの情報量の多い紙を見せられ、しかもなんか耳からこうインプットさせられるんですよ。目と耳からこうなんかインプットしなきゃいけないんですよ。でこれがね結構苦手とする方が多いんですよ。でこれはねもうインプットとかの世界じゃなくもうアウトプットでもう練習するしかないんですよね。もう場数を踏むと。でこういった経験をアウトプットでねたくさんすると、なんとなくこう体が慣れてきて、あこの手の問題についてこうしようみたいなのがだんだん分かってくるんですよ。で事例問題ねもしやってみてちょっと難しいなと思ったらアウトプットの量をね増やしてください。私の講座を受けてもいただいてもいいですし、そのね各会派が口述のね練習会みたいなのやったりとかするんで、いろんなのね受けることをお勧めします。あと事例問題対策は、まあ、私の提案するのは事例、とにかくアウトプットを多くするっていうのと、あとですね担当の問題を定期的に解いたりとかね、複雑な担当の問題を解いて事例問題にこうなれるとか私はやってました。で次が、はい、で以上が口述試験合格のための3大ポイントでした。さてここで本日のテーマである口述マナーの基礎知識で、これですね NG な行為と OK な行為が書いてあります。そもそも口述試験の対策をしない、これダメですよ。口述マナーの以前の問題です。で口述しないと いかにねこう 95% 受かる確率、試験とはいえ基本ねみんな勉強してるんですよ。勉強した上で 95% っていう合格率だと思ってください。勉強してない人はもっと下がっちゃいます。ちゃんとですね口述試験対策してください。論文突破されたらですねあともう少しでございます。あと口述突破すれば便利です。もうあと少し頑張りましょう。であとですね
A を取りに行く勉強をする、これね良くないんですね。コンスタントに B 以上を取りに行く勉強をしましょう。で、私の知り合いのその口述落ちの方でですね、非常にハイレベルな受験生さんで、彼は条文青本にはもう飽き足らず、もっと進んだ勉強がしたいって言って、商標法はアミノを読み込んでたんですよ。むっちゃ分厚いやつですね。むっちゃ分厚いやつをかなりこう趣味のようにね、読み込んでいて、口述試験僕はアミノで答えるからとか言って、何か聞かれたらアミノに書いてあることをね言うように、なんか訓練してたらしいんですよ。ですげえなと思って彼のこういう癖をこう見てたんですけれども、彼は落ちました。でなんでかって言ったら、アミノに書いてあることを正しく言えたかもしれないですよ。でもそれはね、そういうんじゃないですよ。口述試験はさっき言ったように、試験員のね持ってる紙があって、ここに書いてある条文青本が言えるかどうかって、それしか見てないんですよ。なんか難しいことね、アミノに書いてある、仮にそれが正しかったとしても、うんそうだね、他の言い方言えないかなみたいな感じで、結局ねここが言えないとね通してくれないんですよ。意味ないんですよ。何か難しいこと言ってもそれはね、論文試験と同じなんですけれども、書いてないものとみなして、スルーされちゃうんですよね。なんで A 取りに行く勉強、難しいことをしなくて大丈夫です。コンスタントに B 以上取りに行く勉強をしましょう。過去問やったりですね、会派の練習会とか行ったり、いろんな口述のに行くとですね、重箱の隅をつつくようなね知識を聞いたりすること多いんですけれども、それでねちょっと圧迫気味ね、試験前なのにこんなのできてないのかみたいなのをね言ってくる合格者とかいるんですけれども、気にしないでください。そういった細かい知識はあんまり合否に影響しません。それよりも過去問ちゃんとできるとかね、そういう方が重要です。で、仮に難しい問題が出たと、変な問題で回答できなかったとしても、残りの科目で必ずね多くの場合優しい問題が出るので、そこで取っていけば合格します。 C は1科目でも大丈夫なんです。なのであんま難しいことをしないで、条文青本、そういったベーシックな勉強をしていきましょう。だと自分の言葉で答えてしまう。で、運がいいと通してくれます。こう周りの受験生さんに聞いても、いやそんな条文通り青本通りとか言われなかったよっていう方、結構ね合格者いると思うんですけれども、それね 95% ね 90% 超えている場合には、自分の言葉でも通してくれたりとかするんですけれども、 90% 超えてくる、90% ぐらいになってくると、条文通り言わないとダメなことが多いです。なのでインプットの訓練としてはね、仮に合格率が下がっちゃった場合でも、ちゃんとね通用するように、条文青本の言葉で答えることができるように準備することをお勧めします。はい。で、過去問がね完璧でないにもかかわらず、過去問以外のことに手を出す方がいるんですけれども、まずは過去問をやり込みましょう。多くの場合過去問レベルの問題で合否が決まっちゃってます。落ちちゃう人は過去問で答えることができなかったり、過去問の、ね、アウトプットの再現が足らなくてね、過去問のこう精度が低い、過去問はその基本みんなできるんで結構高い精度で回答しなければいけないんだけれども、それなんか精度が甘かったんですよね。ちゃんとそのポイントを押さえた回答ができなかったので、試験に通用しないで落ちちゃったみたいな方がほとんどです。なのでまずは過去問やりましょう。過去問が終わったら他のものに手を出しましょう。あとですね、アウトプットの練習が少ないのは良くないです。アウトプットの練習をできる限り多くすることを私はお勧めします。皆さんインプットはできます。インプットはできるんですけれども、口述落ちちゃった人とかの話を聞いてると、なんとなくねアウトプットの練習がね、もうちょっとやってれば起点を聞かせて、こういうふうにね条文もっと早く見たりとかして、突破できたんじゃないかな、時間内に最後の問題までいけたんじゃないかなっていうのがね結構多かったりします。アウトプットの練習多くした方がいいですよ。で、かといってでもアウトプットって嫌じゃないですか。ちょっとお金払ってこうなんか難しいこと聞かれてなんか恥かいたりとかして嫌じゃないですかとか言って、結構ねこうアウトプットのね練習の時期を結構遅めに持ってっちゃう人がいるんですよ。で、特に
口述の、じゃあ間違えた、論文ね、試験合格しちゃった、今から勉強しなきゃみたいな人がね、多分その論文合格発表1月29日ぐらいに、ね、この動画を見ている方がいらっしゃると思うんですけれども、そういう方向けにお伝えしたいんですけれども、まずね、そういう方何やるかって言ったら、試験が、2月の20日、21、22だから、あとおよそ3週間あると。よし、じゃあその3週間で前半はインプットしよう。前半というか、2週間ぐらいはインプット。で、この2週間のインプットが終わったらアウトプットをがっつりやろうみたいな感じでスケジュール組んじゃう人がいるんですけれども、早めにアウトプットやった方がいいです。早めにアウトプットしないとフィードバックかかんないんですよ。今までのそのアウトプットが不十分でもう一回インプットしなきゃみたいなこうケースがあり得るんですよね。で、大体もう皆さん論文試験突破されてるんで、まあなんとなく知識はあるわけで、答えることができる状況にあるんですよ。なので、僕はですね、インプットとアウトプットを、この1月29日からやる人なんですけども一緒にやった方がいいです。もうねアウトプット講座始まってると思うんでインプットとアウトプット講座ね取った方がいいと思います。はい。で次がこれこっからね急に試験の話になります。試験中に何か聞かれました。でそれに対する回答が分からなくてこんな感じね、でこう沈黙しちゃう人がいるんですけども沈黙 NG です。で難しい問題が来たら仮にねそれがね条文で回答することができる問題だったら条文見ちゃいましょう。で条文見ると評価下がっちゃうんじゃないですかみたいな方もいらっしゃるんですけれども下がんないです。ただまあね基本条文見ても OK です。ただまあね発明の定義述べてください、衣装の定義述べてくださいとかねそういう基本的な問題は過去問じゃあ条文見ないで回答することができるようにした方がいいです。で発明の定義言えないと君は発明の定義も言えないのかってそれはさすがに条文見ないとダメだよみたいなこと言われちゃったりとかして落ちちゃったりするパターンがね昔あったんですよ。なので基本はねそういう例外もあるんですけど基本的には条文見ちゃって大丈夫です。自分から積極的に打開をすると。で条文見れば回答することができる問題だったらすぐに条文集を見てね回答しましょう。であとね理由趣旨が出てこない、その問題が条文見れば解決することができるような問題ではなく理由趣旨条文とかだったら完全にね綺麗には言えなくてもしょうがない、本当はね条文の言葉乱本の言葉で言うのが好ましいんですけれどもそんな綺麗に言えないじゃないですか。で言えなくてもいいんですよ。なんとなく自分の言葉で言ってみてください。で近いことを言うと合格率が 90% 超えてる世界ではそうだねって言って通してくれます。もしくは近いようなことを言うとそれってこう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 いうことですよねって言って試験委員がアホの言葉を使ってこういうことですよねってなんか回答言ってくれるんですよ。したらはいそうですって言えば通してくれるっていうのが結構あったりとかするんですよ。なのであれこれ適当に言ってみるっていうのが重要です。でさらにこれが全然見当違いのことだったら別のねヒントが出ます。こういった観点から言えないかなみたいなねこういう言葉使って言えないかなみたいな感じで誘導してくれます。でその誘導に乗るっていうのが重要なんですね。試験官の誘導に乗っちゃうとこれダメ、乗らないとダメです。必ず乗りましょう。で誘導に乗るっていうのは、ね、今みたいな助け舟があるのでその方向に乗るっていうことですね。でこれの一例なんですけれどもある事例問題がありました。でこの事例問題でこうは、発明 X の製品 X の実施を継続することができますかっていう問題だとします。できますかっていう問題なので問題回答としてはイエスかノーかの2択じゃないですか。で口述試験は理由こう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 だから結論こうですっていう回答ではなくまずね結論述べてください。で実施が継続できますできませんってねその結論述べてからその理由はって聞かれて理由回答することが多いんですよ。でまず結論にですね実施を継続することができますって回答するんですね。で合ってたらはいそうですねじゃあ理由はっていう感じでいきます。
で、もしその回答が間違ってたら、その試験員の持ってる紙と違うことが書いてあったら、本当ですか、こうこうこういうことですよ、こういう場合ですよとか言ってくるんですよ。で、そういうふうに言われたっていうことは回答が逆だっていうことが分かりますよね。逆の、あの選択肢に誘導されてるっていうのが分かりますよね。なのでそっち方向に頭を切り替えてください。あれ、なんか自分が見落としてたね、あのなんか条件とかあるんじゃないかなみたいな感じで探して、絶対そうなんですよ。なんでそっち方向で回答を、あの結論出してその理由を答えるっていう感じで言ってください。で、口述落ちなパターンとしては、本当ですかとか聞かれても、いや、こう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 なので僕はこう思いますみたいな感じで自分のこね、あの回答をこうなんか、あの貫いちゃう人がいるんですけれども、それダメなんですよ。それ誘導乗ってないんですよ。あの試験員を解き伏せればいいっていうもん、試験じゃないんですね。試験員が書いてある、紙に書いてある回答が言えるかどうかっていう試験なので、必ずそういう感じでね、誘導がかかったらそっち方向で考えるっていうのが大切です、っていうのが誘導乗るよって話でした。で、次が出来が悪く落ち込んでしまい、次の科目に引きずってしまう、引きずらない。これ初めに申し上げましたね。特許法がダメだったとしても気持ちを切り替えて意匠法、商標法で頑張ってください。1科目 C でも OK です。他の科目 B 以上取れば OK です。で、あとですね、下を向いてしまう、声が小さいってね、これが良くないんですね。これね、前を向く、声を大きくっていうのが重要です。で、この業界、特許事務所とかだと結構引きこもりになりません？こうパートに区切られてて、うちの事務所とかでもそうなんですけども、おはようございますって言って、まあずっと明細書読み書きして、中間もちょっとやって、周りにお客さんに電話かけて、で、まあ同僚にお疲れ様でしたしか言わないみたいなね、なんかおはようございます、あのお疲れ様でしたぐらいしか言わないみたいな感じで、なんかちょっとね、あの下向いたり声が小さい方が結構多かったりとかするんですよ。で、これがですね、あの正しい回答を言ったとしても、下を向いてしまう、声が小さいって、ただそれだけで、あのすごいこのなんかね、心象が悪いんですよ。で、ちょっと 例やりましょうか。で、これ正しい回答を言っても、下を向いたりね、声が小さかったりとかすると、あの本当ですかって言われちゃったりとかするんですよ。やりますよ。じゃあね、あの公然とはどういう意味ですかっていう問題が出ました。で、公然とはどういう意味ですか。はい、その発明が秘密の範囲を脱出したことを意味します。で、あの声を大きくしてください。こんな感じで、僕ね、普段こんな大きな声で喋ったりとかしないんですけれども、まあ、こういったね、仕事してるんで、ちょっと大きくはっきり回答するようにしてるんですけれども、これをですね、その普通のテンションでね、あのちょっとあのゆく喋るとどうなるかっていうのをやってみますね。公然とはどういう意味ですか。はい、その発明が秘密の範囲を脱出したことを意味しますとかだと、なんかちょっとなんか自信ないのかなっていう、この人大丈夫かなっていう雰囲気になるじゃないですか。で、こういう癖がついてる人が結構多くて、なので、あの口述落ちちゃう人、結構ね、その癖ある人が多いんですよ。なんでこれ直せづらいんです。大変なんですけれども、あのね、口述落ちちゃうと本当ね、この癖ある人多いんですよ。なので必ずですね、下を向かない、前を向く、声が小さい、声を大きくしてアウトプットを望むっていうのをね、ちょっとね、やってみてください。で、これが口述マナーの基礎知識でした。はい、で、これからですね、あのレックで、あの提供している口述対策講座、口述対策講座、ファーストフェーズ、セカンドフェーズのお話をさせていただきますね。で、ファーストフェーズ、セカンドフェーズ、ファーストフェーズがインプット、セカンドフェーズがアウトプットでございます。で、ファーストフェーズ何度やっていったらですね、全8回ですね。全8回この日程でやります。で、何をやるかっていったらですね、この口述専用に、設けられた口述オールインワンテキストっていうのがあります。で、これを使ってやります。で、これ何なのかって言ったら、まあね、ちょっと去年使ったので、ちょっとあの見ていきますね。で、これ会場にいる方は、その終わった後、私の見ていただいてもいいですし、後ろの方に多分ね、今年使うオールインワンテキストあるので、ちょっと見てみてください。で、口述オールインワンテキスト何かって言ったら、オールインワンなんですよ。口述試験に必要な情報を全て漏れなく、
入ってます。口述試験は条文青本が重要でございますということで、まず条文があって、あの関連する口述試験に問われてもおかしくなさそうなあの青本の記載が抜粋されているんですね。でこれをもとにですね、この利用っていうのが抜けやすいので落ちてください。これな、ちなみに一条言ってくださいっていう問題昔出たんですけれども、その時にね、この発明の保護だけは言える人がいるんですけど、利用落ちちゃう人がいるので利用を言ってくださいねとかね、発明奨励しっていう文言が抜けやすいので気をつけましょうみたいなね。あとは発明の定義なんですけれども、自然法則を利用した技術的その創作のうち行動のもので、これ24年で出たんですけれども、この創作のうちっていうのをね言えなかった人がいるんですよ。でこれ言えないと、まあ条文見てまあ言えるじゃないですか。でも発明の定義言えなかったよねっていうことで、これね、あの言えなかった人に対して次の事例問題があったんですけど、事例問題でほとんどあのヒントが出なかったんですよ。もうこいつダメだなっていうその烙印をされてしまって、もうあの試験員の中ではこれはこの人 C っていうな、これレバーがあの切れ入っちゃって、あのヒント出なかったんですよ、その後。っていうことで発明の定義重要ですよ。簡単なね、こういうものについては必ずね、条文言えない、あ、条文見ないで言えるようにチェックしましょうみたいなね、こういう話をあのできる限り、時間のある限りブワーってやってきます。であの条文が青本だけではなくですね、このね必須事項プラス版っていうのが2つの項目があるんですけれども、必須事項っていうのは昔ね本誌で聞かれた問題、こういった過去問自体が出てる場合もありますし、本誌で聞かれた青本の記載が抜粋されています。なんで必須事項はこう過去問に該当するってことですね。でこれに対してプラスマンはまだ本誌では聞かれてないんだけれども、必須事項と同じぐらいねメジャーな話だから、余裕のある方は見とけばいいですよみたいなね、出そうなところが書いてあるっていうやつ話です。で意思商標だと審査基準が入ってたり、あと侵害なとこだと重要な判例が入ってたりとかして、まさにオールインワンっていうね、これ一冊あれやっときゃ OK みたいな、このテキストを使って受験生さんが謝りやすかったり、昔試験委員から突っ込まれた、こういうところですよ、こういうところを正確に言うようにしてくださいねみたいな、時間のある限りやってきます。でやっていくときにですね、口述試験ってはこういうものだから、こういうふうに回答した方がいいですよとか、例えば今日言ったやつだと、何か聞かれたらまず結論だけ答えてください、で結論だけ答えさせて、その後理由はって回答させられますみたいなね。なんで、で試験こう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 いう理由でこうですって回答しようとしても、いやちょっと待ってください、まず回答だけ、結論だけ言ってくださいとか言われたりとかしたりしますみたいな。あとね、そういった口述のね、どうやって回答すればいいのかっていうのをね、まあ、小ネタを挟みながら、そんな感じで全8回やってきます。でペースメーカーとしていいんじゃないかなと思います。口述ね勉強しようとするとね、自分一人でやると結構ダラダラしちゃうんですよね。でこれこんな感じで週1回ね強制的に進んでいくので、まあ、このペースでやっとけば全部ね最後までいけるので、少し仕事しながらですけれども、非常にこうペースメーカー的に使ってやりやすいんじゃないかなと思います。でこれがファーストフェーズです。セカンドフェーズですね。でセカンドフェーズはひたすらアウトプットをします。これね3時間です。各3時間なんで、3時間できる限りアウトプットをしていきます。でこれ大阪と東京でやり方違うんですけども、東京ですね、東京は人の私がいるんですけれども、私はですねグループごとに本試験スタイルで問答します。大阪違いますよ。で東京はどういうことかっていうと、私と皆さんを4人ごとのグループに分けます。で4人ごとのグループ、それぞれ A さん B さん C さん D さんねってちょっと名前付けさせていただいて、 A さんはこの問題出して、 B さんはこの問題出して、 C さんはこの問題出して、 D さんはこの問題出してって、私がそのね問題自然に配布します。でその問題をみんなで出し合います。でこれ1ラウンド10分だと考えてください。1ラウンド10分、本誌もだいたい10分程度です。本誌と同じ時間ぐらいでやるっていうのが一つのポイントですね。これ論文の本試験もそうなんですけれども、論文の答練って本誌とほぼ同じ時間で似たような問題解くから意味があるわけじゃないですか、訓練として。で同じ、私も同じだと思うんですね。できる限り本誌に近いスタイル、10分で最後の問題まで行くよっていうスタイルでやります。
で第1ラウンド10分なんですけれども、 A が持っている問題 B に出します、 C が持っている問題 D に出します。 A と C はその出題者側で、 B と D はまあ回答する側ですよね。でこれで10分よりちょっと短い時間、訓練のためにちょっと短い時間、7分ぐらい出してもらって、残りの 2,3 分で公表してもらいます。この問題のここは抜けてましたよ、この問題がここ抜けてましたよみたいなのが公表していただきます。でそれが終わったら次第2ラウンドいきます。で第2ラウンドは質問する側とされる側が入れ替わります。今度は B さんが持っている問題を A に出す、 D が持っている問題を C に出す。でこんな感じ でまたあの7分ぐらい質疑応答して 2,3 分で公表してもらって第2ラウンド終わります。で次席替え第3ラウンドで A から C、B から D に問題出していただきます。で同じ感じで質疑応答を公表で、これをですね6回やったらこれで10分 ×6 で60分じゃないですか。で授業時間はその3時間あるで、これをね計3回やります。で要は3時間の授業でだいたいねざっくりした計算でおよそ半分の時間ずっと回答する側になりますよね。なんで1時間30分アウトプットできるんですよ。でそれが計4回あるってことで6時間アウトプットできるんですよ。っていうことでまあ結構多いじゃないですか。普通のなんか模試とか当練とかよりも圧倒的にこのなんかアウトプットの量が多いんですよ。っていうのもポイントの一つですね。であと出題者側の実際皆さんに出題していただくんですけれども、出題すると出題者の気持ちが分かるんですよ。で、あこの問題ってこういう問題なのかって一度出してみると、あいろいろ出して回答してもらって、この問題ってこういうふうに回答されると、あ答え採点しやすいんだなって、こういうふうに回答しちゃダメなんだなみたいな感じが分かってくるんですよ。で出題者の気持ちが分かってくると回答する側もね上手になります。でまたね他のうまい受験生さんのやり方も見えるので、あそれ真似しようみたいな感じでいいとこをね、他人のいいとこを自分のものにできたりとかしますっていうのはねすごい重要で、本試験スタイルであるアウトプットの回数を増やせる、1時間3時間の授業で1時間半話せるよっていうのがいいですね。であといろんなタイプの人と質疑応答します。私含めてで、まあね、大体32人ぐらい一クラスいるんですけども、いろんな人とやり合うので、本試でもいろんな試験員の方いるじゃないですか。だからこのタイプはこの人だからこういうふうに回答しようみたいなのがいろんなタイプの人とやるとね分かってくるんですよ。自主ゼミみたいな感じでね、事務所の職場内とかでだけでやってもいいし、同じ人とばっかりやるとねここなあなあになっちゃったりとかするんですけれども、いろんな人とやるとですね常に緊張感を持ってやったりすることができるので、それがすごくいいですね。ということでこのスタイルでやりまして、これ当然私も入ります。で私が入ったところは私がずっとこう出題するんですけれども、ちゃんとね内容面とか形式面とかね、ちょっと姿勢がこうだああだとかね、こういうふうにした方がいいですよって、今回答こういうふうに言ったんですけれども、この点がね無駄なんでここだけで大丈夫ですみたいな感じで一応ねそんな感じでアウトプットのね指導させていただきます。でコロナ禍でこれやっていいのかって話なんですけれども、私も非常にドキドキしてるんですけれども、新型コロナにかからないように万全の対策を施してやろうと思います。フェイスシールドをね皆さんにお配りして、そのフェイスシールドの毎回持ってきていただくんですけれども、あといろいろ工夫してその辺気をつけてやろうと思います。で本当にねどう今年できるのかなと思ったんですけれども、まあ、気をつけてやりますし、ちょっとリスクはあるかもしれないけれども、アウトプットガンガンやりたいっていう方がきっといるんじゃないかっていうことで一応やらせていただきます。でこのくらい広い会場で、これね水道バス142教室なんですけども、このくらい広い会場で30人ぐらいで20人から30人ぐらいやるので、結構なんか間が離れてやるので結構密じゃないです、おそらく大丈夫です。その辺はねうまくやりますのでご安心いただければと思います。はい。で大体お話ししたことは以上ですね。はい。であとですね、よくある質問なんですけれども、今年論文試験結構難しかったと聞いてます。なんか受かったかどうかよくわからないと、ちょっとね絶対受かったっていうのはちょっと言えなくて、うーんどうかなみたいなね、だから口述の勉強を始めた方がいいのかなどうかなみたいなね、親並みの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、でねそれで口述の勉強をどうすればいいですかって聞かれるんですけれども、
私も含めてその他の講師の意見も一致してて、口述は迷ったらやることをお勧めします。で、あのね、口述の勉強ってさっき言ったように条文青本で非常にベーシックなので、すごい役立ちます。中には合格後の、ね、実務にも役立ったと、予備校のテキストばかり勉強してきたので、条文青本をしっかり読む機会がなかったんですけれども、ちゃんと条文青本を読み込むことができて、そういう実務にも、ね、すごい役立ちましたみたいな方が言ってくれるぐらい役立ったりするので、決して無駄にならないと思いますので、僕はお勧めします。で、あとですね、やんなくて1月29日落ちたと思ってたら、あれ受かっちゃった、先生どうしても、あと3週間でどうすればいいですかっていう人が毎年すごいたくさん出てくるんですよ。で、3週間でどうにかするしかないんで、3週間用のね、その最短の方法をね、お伝えするんですけれども、結構ねギリギリなんですよ。もう明らかに今からやってる人たち、その11月11日からやってる人たちは結構ねレベルの差があって、そのね時間がそんだけあるとね結構追いつくの大変だったりとかするんですよ。っていう意味もあって、僕はね迷ったらやっちゃってもいいんじゃないかなと、やることをお勧めします。はい、以上でございます。弁理士まで口述あと突破すれば弁理士になりますので、頑張っていきましょう。そのお役に立てれば幸いです。今日のガイダンスを終わりにします。ご清聴ありがとうございました。